皆さんこんにちは、中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、家の中の敵の倒し方ということで、フォートナイトちょくちょくこう家の中に敵がいるんだけどどうしたもんかなっていう風になることがね、まあ、プレゼントパースとかソルティースプリングス、リテールロー、まあ、ここら辺のね、まあ、激戦区にちょくちょくなるような、まあ、場所だとね、まあ、そういうことが起きると思うんですけど、そんな時にどういう風にね、家の中の敵倒していったらいいかっていうのをね、見ていく動画になります。で、まあ、ティルテッドタワーの場合ね、この方法なかなか使えないんですが、基本的に家の中の敵はですね、上を取ったもんが勝つというね、まあそういう感じで、今例えばこれ敵が来てるのに気づいて、外に出てきて速攻でこうポンプで撃ったっていう、そういうシーンですが、まあこんな感じで基本的には上を取ることですね。で、そもそも、まず家の中に敵がいるってなんでわかるのっていう、そういう話なんですが、まあ窓から見えるっていうのがね、まあ、一番少ないパターンじゃないですかね。うん、一番多いパターンはね、近づいたらこうなんか足音がすんぞっていう、まあそこだと思うんですよね。こう開幕始まって、試合が始まって、で何件か漁って、まあ、リテイルローとかソルティとか、まあ、プレゼントパックとかに降りて何件か漁って途中で、あ、ここのなんか家の中足音すんぞみたいな、まあ、そういう風になって、あ、これどうしようかなっていう風になるっていうシーンが一番多いかなという風に思うんですね、この戦術を使うときは。で、その瞬間にですね、家の中これいるわって足音で特に分かった瞬間とかはですね、まあ、そこでですね、2、3枚こう階段を作って、まあ上に登るんですね。屋根の上に登って、で、それで様子を見るっていう。まあこのゲームとにかく上が強いっていうのもありますし、こう屋根の上からですね、撃たれるとですね、頭出しになってですね、意外とこうすごくこう下から撃つのはむずいんですね。ヘッドショットでショットガンで抜けばですね、エイム力でスーパーゴリ押しすればですね、まあ抜けなくはないんですが、まあそれはかなりきついので、基本的には屋根の上にさっさと登ってしまうっていうのがね、まあフォートナイトのね、家の中の敵の、倒す方法という感じなんですが、稀にですね、出てこないやつがいるんですね、全然ね。うん、困ったことにこれがね。家の中に入ってて、で、こう、上を取ったはいいんだけど、屋根まで登ったはいいんだけど、ドーンってね、うん、ポンプアクション強いですね。まあそれはいいんだけど、全然出てこないっていうね、うん。不利なのが分かってるから、もう全然出てこないやつが時々いるんですけど、まあ、それはそれで賢いんだけど、まあ、そういう時はどうするかっていうと、まあ、まず一つの選択肢としては、まあ、どん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 ですね、屋根から順番にですね、ツルハシとかで割ってですね、だんだんこう上からこう圧力をかけていくっていう、まあ、そういう方法もあって、まあ、あんまりそれはね、まあ、まあ、強いっちゃ強いけど、意外とこう、ツルハシでこう割ってる時ってこう隙があるじゃないですか。まあ、そこら辺がちょっと危ないっちゃ危ないかなっていう。そんな感じはしなくもないですけど、まあ、ちょいちょい使う方法ですね。で、もう一つの方法は、建物って窓があるよね。当たり前だけど。斜めに階段を作って、この窓から撃つっていう方法もあるんですが、まあ、意外とですね、まあ、どことどこが繋がってるかとか分かりにくいですし、どっからどこが見えるのか、要するに、どこに窓があるのかってそもそもあんまり覚えてないじゃん、フォートナイトプレイヤーってさすがに。さすがにそんなに覚えてないから、まあ、それはちょっとやりにくいってやりにくいんですが、本当になんかもう部屋で角待ちしてて、もうずっともう出て、そっからもうショットガン片手にこう角待ちして出てこないみたいな、まあ、そんな戦局だと、まあそうやってね、まあ斜めの階段の途中とかね、そこら辺からこうショットガンで覗いて、ゆっくりこう覗いて、あ、いたわってなったらそこに撃てば、まあやれることが多いという、まあそんな感じですね。逆に言うとね、まあそもそもこう上を取られてしまったら、こうバレてね、こう屋根の上に登られたらどうしたらいいのかっていう話なんですが、まあそれはいろいろこう、まあ無理やり登るっていう手もあるんですけど、無理やり登っても大体あんまり勝てないので、まあとりあえず罠を張るっていうね、まれにこう家なんか突ってくるやついるので、まああとこう最後ね、屋根とか順番に割っても、C4 とかね、グレーでね、屋根とか順番に割っても、こう、罠が、こう、ぶっ壊せるとは限らないので、まあ、こう、牽制的な意味もかけて、こう、罠をこうね、適当にこう、どっかに貼るっていう、まあ、そういう方法もありますね。うん、まあ、カウンターするのはぶっちゃけかなり大変ですよ。もう、屋根の上に登られた時点でもう、さっさと登り返してですね、まあ、ショットガンで蹴りをつけるとか、まあ、そういう選択肢もありますが、やっぱり不利なんだよね。まあ、どう頑張っても不利なんだよ。もう、こう、気づかれて、まあ、家の中に自分がいるってことが気づかれて、そして2枚貼られた時点でもうかなり不利なので、まあ、家の中にずっといるっていうのはある意味あんまりいいことではないっていう、まあ、そういうことですね。行ってっていう。まあ、基本的にはね、まあ、何度も言ってますが、敵を見つけたらですね、敵を見つけたらというか家の中いるなってなったらね、まあ、さっさと屋根の上に登ってしまえという、そこですね。稀にね、まあ、もしよければですね、もしよければというかね、一番楽なのが、一番楽っていうか、うまくいってるなと思うのが、まあ、ハンティングライフルとか、スカーとかで一発当てとくことなんだけどね。
家の中いるなって、まあ確かにこう気づいたのがもう足音とかあれ気づいた場合はちょっときついんだけど、まあプレジャントパークとか比較的こう、まあ家の中に窓が多くて、こう、なんていうのかね、まあいい感じにこう、なんだろうな、まあ窓から窓が見えたりとか、屋根から窓が見えたりするマップだと、てかマップっていうかエリアだと、まあこう抜いて打つっていうことがね、できなくはないですよね。あんまりね、まあ使わないっちゃ使わないかなとは思うんですけど、まあね、それは性格によるよね。俺がかなり強引な性格だからそれは使わないだけで、多分使う人もいると思うんだけど、まあそれやっとくとですね、意外とこう有利なので、見つけてすぐとつって、まあなんだろうな、さっさととつって、まあこう2階に登って、まあショットガンで蹴りつけるっていう選択もあるんですが、まあそうじゃなくて、まああれですよね、まあ窓から撃って1回当てて削っとくっていうね、そういうことですね。こうやってね、変な場所入ってきたらですね、さっさと登るという、そんな感じですね。これ建築合戦始まるパターンですね、これね。めんどくさいやつですね、これね。下いますね。まあ基本的にこのゲームとにかくね、上を取るっていう、まあ、上を取るゲームですからね。フォートナイトは上を取るゲームっていう、実は。まあだから、家の中に敵を見つけてもね、上を取りましょうっていう、そこですね。来ちゃったよっていう。そんな時もね、こう頑張ってショットガンで撃てばね、なんとかなることも多いっていう。ショットガンとかを見てると、すげえ上手い人のプレイとかを見てると、意外とね、ショットガンを使ってるシーンっていうのがあんまないんだよね。なんでかっていうのはね、俺はわかるよ。俺はわかるよっていうかね、ショットガンで無理やり突るっていうのはかなり危険なんだよ、やっぱり。ショットガンってこう、ヘッショでさ、2枚とかダメ入るじゃん。だからね、自分がちょっと外したりとかして、相手が運よくヘッショのショットだと、ヘッショでショットガン当たると死ぬんだよね、やっぱり。まあだからね、そのワンチャンがあるから、なんていうのかな、超真面目にやるときとか、こうね、絶対負けたくないっていう、そういうときは、こう、無理やりショットガンに突るっていうのはあんまりこう、いい選択ではないという、そういうことですよね。これ建築どうしようかなってこの人思ってるより今ね、で、まあいいや。まあショットガンはワンチャンあるからね、まあでも、まあ家の中にいる敵は基本的にはね、もう、交渉優位だから、まあ、なんとかなるんだよ、基本的にはっていう、そこですね。これ多分このままこの人アンチここだからずっと出てこないパターンでしょ。ね。家の中の敵ね。家の中の敵で、俺、家の中からこう上取られて困ったことあんまないからね。あんま家の中ずっといたらいけないんだよ、やっぱり。最悪ロケットランチャーとかで即死するからね。窓の中からさ、なんだっけ。ショットガンで撃つとかそういうのが多分窓の中っていうか窓の外から窓越しにショットガンで撃つとかが一番こう鮮やかなね、こう効果的なね、なんていうのかな、攻撃方法かもしれないけど、出てこない時はね、特に RPG とかだとね、マジやばいからね、もう即死するもん、本当に。 RPG で窓越しで撃たれたりとかするとね、もうどんどん建築物も崩れていくし、大体自分が先死ぬし、ブレランとか打ち込まれても死ぬし、まあ、やっぱりこう家の中っていうのはあんまりこう、情報量が得にくいんだよね。あと家の中ってね。家の中に持ってると、まあ、情報量が得にくいよね。やっぱり隠れてる分には、まあ、隠れやすいけど、やっぱ屋根の上の方が、周りが開けてるから、情報量が得やすいんだよね。情報が得やすいから、まあ、だからこういう方とは強くて家の中はあんま強くないんだろうねっていう。まあ家の中いるやついるけどね、時々。隠れてるって感じだよね。もはやいるっていうよりも。例えば今撃ってる場所のすぐ手前に小屋みたいなのあるけど、ああいう小屋とかもさ、終盤とか稀に隠れてるやついるけどさ、やっぱあれなんだよね。こうやって登ってきちゃう。その登ってきちゃうのいいんだけど、小屋がね、こういう感じの戦いになるよね、大体ね。小屋とかに隠れててもね、そこに結局ランチャーとか打ち込まれたりとかするともう何にもできないんだよねっていう話になるので、やっぱりね、まあ隠れるのも強いけど、まああんまり、なんか選択肢がなくなっちゃうような隠れ方というのはね、あんまり良くないのではってところだよね。これ敵大変だよね。登らせないからね、もはや。登らせねえっていう。金ランチャー当たったからかなり痛かったの。いやー。家の中の敵の倒し方ね。ティルテッドタワーの中の敵の倒し方っていうのはまた別だと思うんだよね。ティルテッドタワーのね、敵の倒し方大変なんだよ。ティルテッドはさ、特殊な地形じゃん。特殊な地形ってか階段がさ、めちゃめちゃ広いじゃん。要するに。家はさ、2階建てとかでしょ？せいぜい。せいぜい2階建てで、3階建ての家って確かなかったと思うんだけど、ほとんどさ、多分、家が2階建てだから、
家のどこにいるかってあんまりこう深刻な問題じゃないんだけど、ティルテッドタワーの場合さ、何階建てとかそういう話になるからさ、敵は一体この階のどこにいるのかっていう、ね、これ編集できないから結局壊すしかないっていう、そういうパターンだよね、これね。なんかそれはちょっと微妙なんだけど、まあ基本的にはでもティルテッドタワーの中の敵を無理やり倒したかったから、まあ外に階段を作って登り込んで上を取るっていうのもまあ応用的な戦術として使えるんじゃないかなっていう、まあそんな感じですね。フォートの中の敵の倒し方みたいなもんだよね、ある意味ね。まあ基本的にはバシバシこう階段を立てて上を取って無理やりショットガンとかで蹴りをつけるっていうパターンがよくありがちなね、フォートナイトであるあるな、まあ、パターンなんじゃないかなっていう、そんな感じですね。ランチャー撃って AR を撃つと効率的ですね、すごく。当たり前だけどね。ランチャー撃ってこの隙に AR を撃つ。そうすると壁が壊れていいタイミングでランチャーが入ればランチャーのダメージが敵に入るというね。まあ、タイミング問題だよね、かなりね。登ってきてるね。登るときってこれ大変なんだよね。やっぱ建築すると音でバレるからね。建築、音でバレるしね。なかなか難しいですよね。上をこうやって取ってるときに、こう、どうやってカウンターをかけるかっていうのはすげえ難しいと思うんですよね。まあ、スナイパーライフルで無理やり抜くっていうのを手だと思うんだけどね。まあ、むずいっすよね。屋根の上の敵もね。まあ、カウンターかけるのはほんと難しいよ、やっぱり。さっさと逃げるっていうね。時々いるんだよ。時々いる。しれーっと逃げるやついるよ。なんかずっと、こう、階段作ってバババって言って上登って、で、そのままこう、なんていうのかな。おし、上取ったぞ、みたいな。お前どうすんだ、出てくんのか、おらー、みたいなね。そういう感じになってるんだけど、まあ、いい感じに中からこうね、周りの木の配置とか覚えて、多分ここだったら、多分抜けられるわ、みたいなことを発見して、抜けようとするやついるからね。実際それで抜けられることはあるかもしれないけど、まあ、それでバレたら、木の壁とかをバンバン作って離脱するっていうね、そういう方法もあるし、まあそういうことすればね、まあとりあえずこう、圧倒的に自分が不利な状態から、まあプレザントパークとかだったら隣の家に逃げ込めば、隣の家に逃げ込んで屋根登れば、とりあえずこうね、自分が不利な状態から、まあ一応こう公平なというかね、どっちにもあんまり有利不利がない状態になるので、まあしれっとこう逃げ出すっていう選択肢もまあなくはないかなっていう、そういう感じですよね。これね、下に完全に隠れちゃうパターンだよね。下に完全に隠れちゃうパターンってこれめんどくさいですよね。これ今、ある意味こう家の中と一緒だよね、これ。屋根の上に俺がいて、敵は家の中に持ってるみたいなね。これでも結局相手が不利なんだよ。どうすんだろうなーっていう。俺は待つぜみたいなね。でも俺は待つぜと言いつつも、こうやって微妙にこうやってね、なんとかなんないかなーってやり始めるっていう。なんともなんないって。みたいな。でもこうすれば一応下に降りられるじゃーんっていう。下降りるの大変ですよね。下降りる方法をこういろいろ考えてますけど、僕も今ね。下に降りる方法ね、なかなかね、いい方法がね、あんまないんだよね。あんまないんだよね。階段を結局最後敷くっていうのはまあそうかもしれんけど、どういう風にしたらめちゃめちゃ高いところから下に降りられるかって、安全にかつ迅速にね、降りられるかっていうね。まあ、最後とかこういう風になってね、落下ダメージでかなりこう、有利不利を決まるみたいなシーンありますけど、まあ、こうやってね、微妙に作っていけば、まあなんとかなるっちゃなんとかなるのかもしれんけど、まあ、なかなか難しいですよね。どうなるんだろうね、この試合最後。まあ、勝つんじゃないかな、普通にね。普通勝つんじゃない？普通勝つんじゃない？普通勝つってなんだって話だけど。いるね。お兄ちゃんいるね。敵どっから登ってくんだろうな。まあ、足音だよね、あとね。足音聞いてないフォートナイトプレイヤーほぼいない気がしなくもないけど、絶対足音聞きましょうっていうそこだよな。ドーンって登らせないっていう。建築の音と足音を聞かなかったら多分ね、フォートナイトめちゃめちゃこう戦力変わるので、もし、足音なんて聞いてねえよっていう人がいたらね、もう絶対聞いた方がいいですからね。家の中から出てくる時も、要するに敵がこう、どのタイミングで出てくるか、どこに今いて、敵が家の中のどこにいて、どのタイミングでどっちに移動して、今建築したぞってなったら登ってくるってことだから、出てきたタイミングでショットガンで撃つとかね。まあ、そういう感じで。まあ、かなりこう、なんていうんですかね。まあ、足音がないとかなりきついよっていう、そういう話ですね。というわけで、まあ、くどくど話しましたけどね。まあ、そろそろ試合も終わりますしね。まあ、終わるかっていうやつですね。というわけで、今回この動画ね、まあ、ははーんと思っていただけたらですね、ぜひぜひ、高評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画で、登場中の人ゲーミング、中野秀平でした。